こんにちは。囲碁が大好きなカラスピンクのクーロンです。今回は囲碁の起源の2回目として、囲碁はゲームとして誕生したのかについてお話しします。古くから親しまれてきた囲碁の起源について、前回古代中国の帝王行程あるいは春帝による創始伝説を紹介しました。行程は現在の三聖章大元を都に定めていたと言われていますが、囲碁の発祥の地については行程春帝の創始伝説以外に、同じ三聖章陸戦県で生まれたとする説や、チベットやインドなどを発祥の地とする様々な説が存在しています。そして囲碁は単なるゲームとして生まれたのではなく、もともと天文学や易学の道具として使われていたという説があります。種まきや収穫時期を決めるなど、農業において天文は重要な学問であり、研究の進んでいた古代中国では天文学をもとに暦が作られています。暦を作るということは時を支配するということで、天文学は支配者が学ぶ重要な学問でもありました。したがって行程や春帝が息子に碁を教えたというのも、天文学を学び易や祭礼に関する教養を身につけさせたと考えると納得できると思います。中国から来日し、北に実とともに新布石を創始した五星元も、囲碁はもともと天文学を研究する道具であったと述べています。囲碁は漢字で木または液と書きますが、五星元は液という文字が中国では液にと同じにという発音であることに着目、暦も理とよく似た発音であることから、ルーツが同じではないかと提唱しています。囲碁は天文で使われていた根拠として、19路盤は361路で構成されていますが、中央の電源は万物の根源とされ、残りの360路は古代中国で考えられていた天体の数と同じ。また当時1年は360日あったと言われ、360路はその1日1日を表していると言われています。また5番の四隅は春夏秋冬の四季を示し、5番の回収は72度あることから季節を示す72項と数が一致。そして白石と黒石により陰と陽の動きを知ったと考えられています。政治と宗教が融合していた祭政一致の体制であった古代中国では、碁盤を用い天文や易を研究、天命を受けた帝王は天を代表して民を支配していたのです。宮中行事に数え5歳の王子が碁盤の上から飛び降りる深すぎの儀という儀式があり、一部の神社では七五三の時に一般の子供も体験できるようになっています。碁盤の上から飛び降りるということは、宇宙から地上に降り立ち自立するという意味があるそうですが、引用学者の安井一陽氏は、深すぎは正式には二足と読み、碁盤は元は仕置き盤と呼ばれる暦の道具であったと主張。一連の儀式は王子が仕置き盤で歴法を受け継ぐということを意味していると述べています。このように囲碁と天文が密接に関わっていたと思われる形跡が多く残されています。次に液についてもう少し深く掘り下げてみます。暴風や地震、火山など自然災害に対して人類は神に救いを求め、宗教が発生します。そして自然の事象と人々の経験に哲学的思想を絡めて誕生したのが易であると言われています。易は自然の事象などを八卦と呼ばれる8つの記号にまとめ、それに方位などを当てはめて運勢や
当時の吉凶などを占います。発明したのは古代中国を治めた神、三皇の一人である伏羲と言われていますが、伏羲は歴の他に文字や釣りなど様々な文明を人類にもたらしたと言われています。また洪水により人類が絶滅した際、妹と共に二人だけ生き残り、現在の人類の祖となったという伝説も残されています。八家の記号は加と楽書と呼ばれる白石と黒石の配置図が元になっていると言われています。加と楽書は加と楽書の2つの図の総称ですが、どちらも9マスの盤上に白石と黒石を置いたもので、盤上に石を並べるという点で囲碁と共通。もともと武器の道具であった碁盤と石がゲームへと変わっていったと言われています。囲碁のルーツについては、天文や駅の道具とする説の他に、数を計算するためのそろばんではないかという説もあり、囲碁評論家の安永はじめ氏も囲碁そろばん説について言及しています。数が発見されたのは文字が誕生するよりも前の時代で、天文学、暦のほか土木工事においても数の計算は絶対に必要なものでした。安永氏は古代ローマ時代に木の板に位取りのために線を引き、小石や骨で作った玉を並べて計算するそろばんが存在していたことから、碁盤の線との共通性を指摘。碁石についても、古代メソポタミア地方で土や砂の上に線を引き、小石を置いて計算していたことから、類似点を指摘しています。さらに、碁盤にある星は、ゲームに直接関係ないことから、ソロ版として使用されていたときに、何らかの位置決めに使われていたのではないかと考えられています。以上のように、囲碁は単にゲームとして生まれたのではなく、別の目的で使われていた道具が転用されていったと考えられています。文字が生まれる前のことであり、はっきりした証拠が残っているわけではありませんが、当時の技術で碁盤や碁石を制作するのは簡単なことではないため、ゲームのためだけと考えるより、宮廷において政治的目的で使われていたと考えるのが自然です。したがって囲碁は天文、駅、そろばんなど国を治める者のみが使う当時の最先端の道具であったと考えられますが、もともとの使用方法ではなく、ゲームとしてどのように変化し、現在に伝承されていったのか、謎は深まるばかりです。